一方こちらも元気よく入場する新1年生たち。今日島根県内のほとんどの小学校で入学式が行われ、このうち奥出雲町の横田小学校では23人の新1年生が入学しました。元気よく返事や挨拶をする子、仲良くする子、この2つを頑張ってくださいね。勉強いっぱいしてる。幼稚園と別れたのは寂しいけど、小学校を頑張りたいです。一人者が上手くなりたいです。そして入学式で子どもの成長した姿を見守る新1年生の保護者には、奥出雲町からお祝いが。おめでとうございます。ありがとうございます。子どものために使わせていただきます。糸原町長から保護者に贈られたのは、町内の店舗で使える10万円分の商品券です。子育て世帯の経済的負担の軽減や UI ターン、定住のきっかけにしてもらおうと今年度から始まったこの事業、奥出雲町が独自で行っていて、町内の小学校に入学する新1年生を対象に10万円分の商品券が贈られました。生活必需品も値上がりして、生活なかなかちょっと苦しい時期に、こういった入学祝い金を町の方からいただいたことに大変嬉しく思っています。引っ越しが多い家庭なんですけど、こう自治体でいろいろ取り組みが違うので面白いなと思いながら、でも子育てしている面ではすごくやっぱり心強いので、とてもありがたく大事に使わせてもらいたいと思います。若い世代、これからの世代を本当に待ったなしで応援していかなきゃいけないかなと思っています。可愛い子どもたちのためにですね、少しでも暮らしやすくて、そして充実した教育もしていけたらなと思っているところです。今年度奥出雲町の小学校に入学した児童は75人。安心して子育てができるよう町を挙げて応援していきたいとしています。